皆様、ご着席を。栄光ある後宮家の当主にして、金色に輝ける六軒島の領主、後宮金蔵卿のおなりであります。ようこそ諸君、六軒島へ。何を怯えた顔をしておるのか、エヴァ。いえ、そんな怯えてるなんて。お父様が大変お元気そうなので、ほっとしただけで。おおエヴァ、お前は相変わらず面白いな。クラウスとの賭けに負けて悔しいと素直に言えばよいのに言えないよなさてと、我が息子たち、娘たち、そしてその伴侶の諸君、お前たちの就寝している我が財産と当主の継承について、今宵は重要な発表をしようと思う。まず最初に、私はひどく失望していることを伝えようと思う。それは、今日まで誰にもあの碑文の謎を解くことができなかったということだ。私はあれを解けた者に全てを譲り渡すつもりでいた。しかし、今日までに誰も解くことができず、我が全ては誰にも継承されることなく、ここに至っているわけだ。情けない。お前たちの中に、それを受け継ぐ資格を持つ人間が現れなかったことが、私は心底残念であり、そして情けなく、ざまあないと思っている。よって、私は碑文の謎にて、我が継承者を選ぶことを、ここに中止することを宣言する。つまりはタイムオーバー、ゲームオーバーというわけだ。残念だったな、お前たち。お前たちには、等しく公平にチャンスがあったはずなのに、それが今ここに、ついえた。ならば、
当主は長男のクラウスに継承されるのか。答えはノーである。え、分かっているよな、クラウス。お前には確かに次期当主という肩書きを与えた。だが、お前はそれに溺れただけだ。次期当主というのは、どういう意味かわかるか？お父さんの後を継ぐ、という意味です。違う！次期当主というのは、当主が約束されたものではない！いいか、クラウス。二度と教えないからよく聞けよ。次期当主というのはな、自分以外にも当主を狙う奴がいたら、その花を徹底的にへし折って、二度と逆らえないようにしてやる奴のことを言うのだ。これは何も当主だけのことではない。金についても言える。金持ちというのは、金を持っている奴のことではない。自分より金を持っている奴すべてを叩き潰し、そして誰よりも金をかき集められる奴のことを言うのだ。才能も同じ。天才とは、才能に秀でた奴のことではない。自分より秀でた奴をすべて叩き潰し、自分を天才とすべての人間に呼ばせることを力とカリスマで強要できる奴を指して言う。お前はそのすべてにおいて勘違いしているのだよ。だから次期当主の器ではないのだよ。勉強になります。このような不甲斐ないクラウスに後宮家の全てを継承する資格などない。ならばエヴァ、ルドルフ、ローザの三人にはあるのか。これもノーである。碑文の謎を解けず、さりとてクラウスを引きずり下ろす策も労せず、お前たちにできたのは三人寄せ集めで共同戦線を張ってクラウスから金をせびろうとしたことだけ。しかもその策も浅はかそのもの。クラウス一人を追い詰めることさえできやしない。情けないことこの上なし。慈悲当主の座をどんなことをしてでも奪い取ろうという貪欲さが足りぬ。欲しい者のためにはいかなる犠牲も払い、どこまでも貪欲となるべし、強欲となるべし。幸運の女神は貪欲なる者にこそ微笑む。その野生の精神がないお前たち三人に、クラウス同様に継承の資格などありはしない。まさか誰にも引き継がないからと財産を全て慈善団体にでも寄付するとか言い出すつもりじゃないでしょうね。お父様ならやりかねないという恐怖はあるわ。頭に血が昇ってるだけさ。しばらくは聞き流すしかない。では王都さん、次期当主についてはどういうお考えをお持ちですか？お前たちに完全に失望した以上、
私は誰に引き継ぐ気も失った。よって、後ろ宮家はこれで終わる。私の代で終わりだ。そういうわけには。後ろ宮家など、あの震災の時にとっくに滅んでおるわ。今の後ろ宮家など、私が束の間だけ見ている黄金の幻想に過ぎぬのだ。私が夢より覚めれば終わる程度のもの。この世など全ては夢、幻、生など死という目覚めの前には白昼夢と同じよ。ああそうだ、元よりそうだったのだ。私が死ぬ時に全てを失うのがベアトリーチェとの契約、そして呪い。さあ行くか、ベアトリーチェ。お前を捕らえるのはこの私だ。今宵それは現実となるだろうか。お前たちのような愚かなる息子たちなどまさに白昼夢。初めからいなかったも同然よ。消えろ、覚めろ、真実の私のまどろみと共に消え去ってしまえ。私を継承するに値する何者も築き上げてこなかった出来損ないどもめ。金蔵さん、よろしいかな。何か、我が友よ。金蔵さんの気持ちもわかる。子供たちを愛するがゆえに大きな期待を寄せ、それゆえに期待を裏切られたような気持ちになる親心、同じく子供や孫を持つ身としてよくわかります。しかし金蔵さんは非凡だ、天才だ。そんな金蔵さんに追いついて当然というんではちょいとひどすぎるんじゃないかね。それでもそんな金蔵さんに追いつこうとはクラウスさんもエヴァさんもルドルフさんもローザさんも、そしてその伴侶の皆さんもよく頑張っています。ほほう、よく頑張って、どの程度の金を稼ぎ上げたというのか。事業にことごとく失敗して借金を抱え、未だに私のすねをかじろうという間抜けどもの、どこがよく頑張っていると言えるのか。この世のすべては金として結晶しているのだ。それがつかめぬということは、この世をつかんでおらぬということ。魂がこの世をしっかりつかんでおらぬということは、生きるに値せぬということだ。消えろ、我が生と現実から消え去ってしまえ。それは暴論です。その理論から言ったら私だって生きていてはいけないことになる。そんな私でも金蔵さんと過ごしたチェスの時間は共に価値あるものだったと信じていますぞ。世の中お金で買えないものもたくさんあることを金蔵さん自身が誰よりもご存知のはずだ。確かに息子さんたちは金蔵さんほどの財は築き上げられなかったかもしれない。まあそれでも私から見れば羨ましいほどのお金持ちではありますがな。しかしお金だけでなく、お金では買えないたくさんのものを築き上げました。それについて言えば金蔵さんにも負けないくらいです。ほう、
金で買えぬ何を積み上げたというのか。幸せです。家族です。彼らは素晴らしい伴侶を見つけ、子を産み、それぞれの幸せな家庭を築かれています。あなたの一族を繁栄させ、そして孫を連れ帰ってきてくれました。孫はいいですぞ。私たち年寄りは、私たちには見ることも叶わぬ新しき時代を生きるだろう若き孫に、無限の未来を想像するのです。それは老郷の唯一の楽しみではありませんか。思い出しなさい、金蔵さん。彼らが初めて孫を連れて帰ってくれた時の喜びを、息子さんたちは、そして孫たちは、金蔵さんの偉業を後の世まで伝え、模範としてくれることでしょう。それはお金がいくらあろうとも、孤独なる身にはなせぬことです。それはつまり、私が成した巨万の富の代わりに、金を儲ける代わりに孫を儲けたと、そういうわけか。いえ、そういう意味では、私が稼ぎ上げた数百億という財産の代わりに、息子たちは一人ずつ孫を儲けたというわけか。しっかり聞け。つまりは100億を投じて命を一つ生み出したと、そういうわけだ。これは面白い。錬金術的に考えて、実に面白い例えではないか。ほう、なんと価値ある孫たちなのか。素晴らしい、素晴らしい。そうなのか、クラウス。お前の娘には100億の価値があるというのか。はい、ジェシカは100億のお金を積まれても手放せない娘です。その意味において、お金では数えられない価値があると信じています。ほう、100億の価値があると言い切るか。ほうほう。エヴァはどうか。お前のところのジョージはどうだ。ジョージには100億の、いいえ、それ以上の価値があります。それはお金で買えないという抽象的な意味ではありません。ジョージは必ずや自らの価値に等しいだけの財産を築き上げるでしょう。お父様の偉業を継ぐにふさわしい孫となるはずです。なるほど。ならばルドルフはどうか。お前のところのバトラはどうだというのか。うちのバトラはジョージ君に比べられちゃ威張れることは何もね。誘拐されて身代金を100億よこせと脅されたら、のしをつけて進呈したい程度のやつではある。さらに